今日はアメリカで書道家としてご活躍されている三好ゆりさんをお招きしました。ゆりさんは小学校1年生から書道を始め、10年以上続けて師範と画号を取得されました。大学卒業後は日本の企業でお勤めされた後、2006年にカナダに留学し、その後2009年に結婚を機にアメリカ移住、そこで書道家としての活動を始められました。現在は書道家としてパッケージデザインや本の表紙など様々な分野でご活躍されています。ゆりさん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず、ゆりさんのことをご存じない方のために自己紹介をお願いできますでしょうか。はい、アメリカ在住、アメリカのアトランタって言って南部に住んでいる書道家の三好ゆりと申します。で、2009年からアメリカに移住して、もともとはもう本当ずっと日本に30歳までそのいてカナダに留学する、あの以前は、で今ちょうどアメリカ生活12年目になります。で、まあ、2011年からあの書道教室を やり始めたんですけれども、まあ、延べ4年ぐらい書道教室をやってたんですね。で、書道教室を辞めた後にもっとこうデザインとかあのロゴを書道で書くっていうような活動を本格的に始めたっていうので今に至っています。はい、ありがとうございます。カナダに留学される前はお仕事は書道とは関係なかったんですか？全然関係なくて、一番最初に就職したのって銀行なんですね。で、銀行で営業やってたんですけど、こんな感じのちょっと異端児なんで、やっぱり難しいですよね。固い日本のね、銀行に勤めるってあの困難なんだっていうことも知らずに入ってしまったんで、まあ、もちろん難しかったですよね。まあ、営業だったから良かったものの、外で自由にね、あの営業してればいいんで。でも、まあ、もともと就職する気がない女子大生が銀行に就職しちゃったっていう、しかも営業っていうね、感じで、まあ、結構ストレスもすごかったし、大変だったんですけども、で、結局2年で辞めたんですね。で、その後に入った会社で、デザイナーさん、そこのデザイナーさんと縁があって、で、その方が、あの書道できる人を探していて、あのレストランのロゴ書いてくれる人が探してるんだけどって言って、私できるよって言ったのが初めてのきっかけだったんですね。あ、そうなんですね。はい。なんで就職したくないのに銀行に入ったんですか？そこがね、うちの女子大ってすごい銀行の推薦枠がすごい多くて、当時。そうなんですよ。だからもう本当銀行員の人多かったんですね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。でも就職本当にしなかった理由は、最初、あ、別にやりたいことなんか今ないなと思って、もともと海外すごい行きたかったから、あ、もうなんかちょっと留学でもしたいかなっていう感じだったんですよ。もやもやっていうか、まあ一家の就職しなくてもって思ってたんだけど、その推薦枠がいっぱいあるっていうのと、なんかすごいいっぱいボーナスもらえるよとかいうので、クラスメートにもう絶対就職した方がいいよって言われて、あ、そうなのって言われて面接行ったら受かっちゃったって感じだったんですね。成り行き。そうなんですよ。なんかすごい、だから行きたかった人に申し訳ないですよね。そうなんですね。はい。あ、じゃあそれで、まあ、カナダに留学したのは長年の夢を叶えるために留学したっていう。そうなんですよ。そのデザイナーさんと知り合ったその会社の部署がね、なくなっちゃったんですね。潰れちゃったんで、じゃあもう人生リセットっていう感じで行きたかった。じゃあアメリカはちょっと高かったんで、ね、いろいろ問題あったから、じゃあ近いカナダに行こうって。ああ、そうなんですね。バンクーバーに。そういうことだったんですね。そうなんです。ああ、なるほど、はい。じゃあ書道は小学校1年生から始めて、なんか引っ越して書道教室が遠くなってしまっても、ファックスで先生に送って、お親御さんがなんか届けに行くっていう、そうなんです、なんか やり取りをそれはその先生が良かったってことなんですか？もうそれは全然私の意思じゃなくて、もう親の意思だったんですね。そうやって続けようっていうのは。でも親と先生がもう勝手にそう仕込んで、書きなさいみたいな。って感じで書かされたって感じだったんですよ。で、私は妹もいたんですけど、だから妹も一緒に書かされて、本当書かされてって言っちゃうぐらいで、別に引っ越したから続けられないし、続けたいなっていう気持ちも全然、そんなこと考えてなかったって感じだったんですね。
もうなんかそれよりも私新しい学校に行きたくないとかそういう感じの気持ちだったし、うん、で、まあ、まさかお手本送ってもらって私続けるんだっていう感じで、でも嫌だなって思ったけれども、でも親にその時はいやせっかくここまで続けたんだから続けなさいとかって言われて、でもはいっていう感じでやってたんですね。それ高校3年生とかまでされたんですか？やってました。大学生の時もやってましたね。もうそのあたりになったら なんでそこまで続けてたんですか？なんででしょうね。そう思うと、まあ、習慣になってたのもあるかもしれないですね。月に1回しか書かないし、うん、で、そうなんです。月に毎月の課題があるんで、その毎月の課題を書いて、で、2、3枚書いたのを、2、3枚上手にできたのを書いて、先生に持ってて、先生が選んで、で、本社に送るっていうのをやってたんですけど、うん、まあ、やっぱ嫌いじゃなかったんでしょうね、書くのに。書道は、どういうシステムなんですか？師範って、長年続けてたら師範になれるとか、なんか試験があるとか、そういうシステムなんですか？そうなんですよ。私のところは、この4種類の、全然こう違う、その普通に習う、行章とか、楷書とか、ちょっと篆書とかね、そういう違う種類のを書いて、で、それぞれがこう合格地点に立たなきゃいけなくて、それぞれこう上手に書けると、そのまま画号っていうのをもらえる、先生から、じゃあ、あなたの名前はこれでって言って、じゃあ、師範っていう感じで。もらえるんですね。で、日本で今別に特にこの師範がその日本の行政からじゃああなたは師範ですねとかそういう感じじゃないんですよ。もうなんか独自でやってる感じなんで、いろんなその流派とかあると思うんですけど、多分それぞれにやってるような感じですね。そういうシステムなんですね。そうなんです。全然知らなかった。だから多分自分でなんか先生が、はい、師範だよって言ったら、そんな感じになることもありえるんじゃないですかね。ああ、なるほど、なるほど。じゃあ、書道、じゃあ、その時はなんとなく続けていたっていうことなんですけど、はい、現在お仕事にしてるってことは、なんかその書道の魅力って何なんですか？やっぱりね、まあ、私がしてる書道ってこう上手に書いてお手本通りに書くっていうところから抜け出したね、ちょっと崩したりデザインしたりっていうような感じなので、そっちに行くとなんかもっとこう書きたいように書けるっていうのがすごい楽しみの一つなんですね。例えばそのパッケージをやってる時には、じゃあどんな風に、じゃあお酒のボトルだったら、じゃあこのお酒はどんな風な味の表現をしたいかっていう、辛口なのか甘口なのかっていう感じで、それを字で表現していくっていう感じなんですけども、例えばこの字だったらちょっと辛口に見えるけど、すごい細い線だったらちょっと柔らかくいい、なんか口当たりが良さそうな味がするよねっていうような感じで書いていくんですけども、そこが私が一番楽しいところですね、作ってて。ああ、そうなんですね。うん、そういうのってどうやってお仕事、なんか口コミとかで来られるんですか？結構ね、多いのはやっぱインスタとかですね、多いですね。そうなんですね。オンラインですかね、見つけてきて連絡くださるって感じですね。わかんないですもんね、そういう書道家の人とか、うん、時間に知らないと。そうだと思います。わ、からないですもんね。うん、そうなんですよ。で、先ほどおっしゃってたんですけど、カナダにその部署がなくなってカナダに留学しようと思って、はい、まあ、実際カナダ、そしてその後ご結婚でアメリカに来られたってことなんですけど、実際に住んでみてどうでしたか？うん、カナダは、まあ、本当楽しかったですけど、あそこってすごい雨多いんですよね、半年以上、1年の間で。10月から3月とかまでずっと雨が多くて、うん、月に2、3回ぐらいしか晴れないんですけど、それを除いたバンクーバーもめちゃくちゃ気持ちよくって、ただ、こう憧れてるこうカナダ人友達作るとかはやっぱ難しいっていうのは、留学生がすごい多いんで、韓国人、中国人、本当日本人がすごい多くて、で、まあ、黒人がいないっていう感じの街で、カナダって。語学留学をされたんですか？そうなんです、語学留学に行って、私実家がエアベースが近かったんで、そこで先生、家庭教師っていうかしてもらってたんで、英語のチューター。で、まあ、大学も英文科行ってて、まあ、英語は好きだったんですけれども、全然英語が分かんなくてですね、語学留学、語学学校に入って ESL に。でも
今日の宿題とかも全然わかんないから、いつも授業の最後に先生に今日の宿題なんですかって確認しに行くぐらい、やっぱ英語全然わかんないって感じの留学生活でした最初。あ、そうなんですね。はい。それはどれくらいいらっしゃったんですか、カナダは。10ヶ月ぐらいで帰りました。1年伊豆に。あ、そうなんですね。あ、そうなんです。じゃあ1回日本に帰ってからまたアメリカに来られたってことなんですか。そうですね。あ、そうなんですね。じゃあアメリカはカナダと全然違いますか。違いますね。やっぱりこう勉強しに行くっていう目的と結婚してアメリカに行くっていうとこでももうそもそも違うと思うんですけど、でアトランタっていうのはやっぱこう、まあもちろんですけど友達もいない、家族もいないところに来て、車もないとどこにも行けない車社会なんですね。だから最初に本当苦労したことって、もう夫は仕事に行ってるし、私一人で家っていう感じの、ビザが取れるまでずっと家っていうのを結構ね続いてたんですね。7、8ヶ月もっとかなっていうぐらい。あ、その期間が結構なんか何したいっていうか、どうしたらいいんだろうこの時間っていう感じで過ごしていたことが多くて、でもまあその間にこの書道作品いろいろ書いてパソコンに取り込んでたりとかってしてたんですね。え、日系人とかいるんですか、アトランタって。日系人、そうですね、日本人、日系人もそんなに少なくないで多くないんでしょうか。日本人っていう割合は多分もう本当カリフォルニア、ニューヨーク、シカゴの次ぐらいかなって感じですね、規模的には。そんなにいらっしゃるんですか。意外にそうなんです。何だろう、何があるんですかねそこ。自動車業、アトランタはアメリカの企業とかで言ったら、まあ、デルタの本社アトランタですよね。で CNN、 コカ・コーラ、うんうんうん、でホームディポー、あとすごい大企業の、結構ね大企業入ってるんですよね、うんうん、で、まあ、安いんで IT 企業のヘッドクォーターがアトランタに引っ越してきたりっていうこともあったりしてて、そういう意味では食には結構溢れてるっていうか感じですね。そうなんですね。そちら住んでみて何か面白かったこととか、また逆に大変だったこととかありますか。面白かったことは、アトランタってすごい、アトランタっていうかこう南部の方って結構訛りが強いんですよね。うん、すごい訛り強くて、特にこう田舎の方は本当にアトランタのところからもう1時間とか離れたちょっと田舎に行くと本当にイギリスの訛りとあと南部の訛りが似てるぐらい、私は結構混乱しちゃうぐらい、なんかねそれぐらい聞きづらいんですね、うん、それがね面白かったなっていうのは、1回に企業の面接に行った時に、到着したからその誰々さんと合わせてくださいって受付の人に言ったんですけど、その受付の方の英語は全然わかんなくて、私面接に行く前なのにこの人の英語わかんない、大丈夫かな今日みたいな。っていうのがあったりしましたね。いまだにやっぱわかんないですね、南部なまりが強い方の英語は。あ、そうなんですね、うん、はい。そうですよね、全然違いますよね。全然違いますよね、うんうん、私も分かります。その南部出身の人、この人イギリス人なのかなとか思ったことあります。ちょっと似てますよね。うん、似てます。なんとかぶるとかありますよね。だから、うん、この人何、南部の人って言ったらイギリスなまりだったとかもすごいあったりして、それ言うと私全然違うとか言われるんですけど、そうそうそう、私の耳には結構似てるんだよねそこみたいな。分かります、分かります。そうなんですよ。はい。じゃあそちらで企業に就職されたこともあるんですか。あります、あります、はい。じゃあそこからどうして書道家になろうと思ったんですか。ああ、いい質問ですね。やっぱ書道を続けていたからそこはやっていきたいっていうのもあったのかなと思いますね。やっぱ誰かのために書くっていうことがなんか私にとってのこのなんかもう使命っていうか、あと自分もすごい楽しいところだったんですね。だから最初に書道教室をやっていて、そこからもう書道教室は辞めて、そのロゴを書いたりとかっていう、誰かの依頼があって誰かのために書くっていうところでも違う方向転換した時に、やっぱりこう書道教室だったらそのお手本を準備して、お手本の通りに生徒さんを書くっていうのが目的ですよね、字が上手になるっていう。でそこがねやっぱりなんか自分でこうなんかあんまり楽しくなかったところもあってですね、教えてるところに。でなんかもうやっぱもやもやしていて、なんかこれでいいのかなとかね、あとこれやっててみんな楽しいのかなとか、
やっぱ楽しくないと続けられないし、私が書道を続けてて楽しかった理由っていうのは、そのお教室に、ね、通ってた時っていうのはやっぱ楽しかったから続けられてたっていうのはあるんですよね。先生もすごい和気あいあいだったし、仲いい友達と一緒にその時間その空間で練習するっていうのはすごい楽しかったんですよ。だから全然こう厳しくねやるっていうスタイルは全然頭になかったので、だからその上手に書くっていうところにもちょっと疑問だったっていうところがあったんで、うん、まあそこをやめてこう自分が書きたいようにこう誰かのために書くっていうところがやっぱりすごい楽しいので続けてる理由かなと思います、うん、そうなんですね。なんかクリエイティブな方がいいっていうことですか？そうですね、はい、うん、じゃあ現在どんなそのパッケージデザインとか、あとどんなことされてるんですか？それが一番多いかもしれない。あとで、アメリカに来てからっていうか本当に多いのはタトゥーのデザインしてくれっていう個人依頼がすごく多いんですね。そうなんです。それね、私もね頼まれてやったことあるよ。ありますか？漢字タトゥーにしたい人すごい多いですよ。すごい多いですよね。しかもこれアメリカだけじゃなくて、私ヨーロッパとか本当オーストラリアとか、これ来るんですか？関係なく。そうなんです、本当世界中からっていう感じで。インスタを通して？インスタ通してですね、本当にどこからか見つけてくるんですよね。私そんなフォロワー何万人とかいないんですよ。面白いですね。それなのに、うん、ね、見つけてくるってすごい、なんかリサーチ力すごいなって思うんですけど。やっぱそう、個人のお客さんはそれが一番多いですね、うん、はい。そ、パッケージとか個人のお客様っていうのは皆さん日本以外の国から来られるんですか？日本以外の方が多いです。はい、やっぱ日本だといろいろな、ね、書道家の方いらっしゃるから、きっとその中で見つけるんでしょうかね。あ、あとなんか英語で発信している書道家とかあんまりいないのかもしれないですね。それもあると思います、うん、そうかもしれない。だけど逆に外国人の方ってきっとその日本人の書道家の方にアプローチしないと思いますし、だから私の強みって今、まあ、そこですよね。英語もできるし、その外国人の方が求めているところもちょっと理解できるっていうか、ね、10年住んでて、ね、夫もアメリカ人だし、なんとなくこうどういうものが欲しいとかっていうところがこう組み込める、それを自分のこう日本っぽいようにしてあげられるっていうところが強みかなって、うんうん、思いますね。タトゥーの時とかって結構謎の漢字とか謎の言葉を彫ろうとする人いるじゃないですか。なんかたまにいるじゃないですか。なんか、え、なんでこんなの、なんかそういう時はアドバイスとかするんですか？そこについては何もアドバイスしないですけど。やっぱり理由があってね、それをきっと掘りたいんでしょうから。だから私が提供することはこう正しい、いい、間違ってない感じで書くっていうことが。なるほど。面白いですよね、タトゥーの。そうなんです。やっぱりこうね、間違った感じで書きたくないっていうのと、やっぱりこうかっこよく、誰とも Google でね、ググった感じじゃないものが欲しいっていう人たちが多いんで。一番ね、ちょっとかっこ悪いじゃないですか、あれ。鏡文字だったりね、違う間違った感じだったりとか、そういう方はきっと探してくるんでしょうね。なんか私お手洗いとか書いてある人見たことあるんですけど、あれ誰か教えてあげないのかなとか、いや確かに漢字はかっこいいかもしれないけどみたいな。ちょっとね、一生残っちゃいますしね。そう本当それありますね。いやでもタトゥーはね、デザインすごい綺麗なデザインとかしてたらすごいいいですよね。ね、本当に、本当アートですよね。じゃあ日本人向けには何かされてるんですか？日本人、ま、外国人向け、日本人向け特にも分けてないですけども、あとは、ま、命名書の漢字書いてとかっていう方もありますね。赤ちゃんが生まれたらその名前を書いてあげる、うんということも、あとね、道場とかだとその道場の理念みたいなの書いてとか、でそれをまあ T シャツにしたいとかっていうような感じで書いてほしいとか、うん、そうなんです。やっぱり日本にこう日本文化が好きとか、そう関わってるようなところからが多いですね。なるほど、いいですね、じゃあ現在のお仕事の魅力はどんなところですか？魅力、何でしょうね、まあ、私にしかできないことかなって思ってやっています、で、そうですね、多分これゆりさん書いてもゆりさんしかこの字は書けないし、
私がもう一回これ同じもの書いてって言って、私自身も同じもの書けないっていうところがまた面白いなって思ってて、例えばその一個の払いとか、あ、これ良かったけどもう一回やろうって書いてみるけど、絶対それ書けないんですよ。絶対とは言い切れないですけど、やっぱ同じものは書けないっていうところが難しいけれども魅力かなと、うん、思います。じゃあなんか大変なところはありますか？大変なところ、自分が書き始めちゃうと、なんか、まあ、ゴールがないっていうところはあるじゃないですか。そのお手本がないんで、うん、そのどういうものを書いてほしいっていう、この、なんとなくのゴールはあるけど、そこを私が、ここまででいいのか、ここまででいいのかっていうところでの、なかなか終われないっていうところが結構大変だったりしますね。あ、だから、どんどん書いて、書きまくってしまうんですけど、うん、そこの、なんか見極めっていうか、エンドレスになってしまうところがちょっと難しいかなって感じます。書いてるときではどういうことを考えてるんですか？何にも考えてないですね、書いてるとき。本当に何も考えてなくて、本当瞑想状態なんですね。で、ずっと書いてると、あ、これいいじゃないっていうのが出てきて、でそこからこう枝分かれにどんどん分かれていくって感じなんですよ。あ、こういうのもできた、こういうのもできた、あ、こういうのもできたっていう感じになっていくので、だから最初本当にこんな感じかなで書き始まるんですけども、もうそれだけこんな感じかなっていうのをパッて思い浮かべるんだけれども、書いてるときは本当何も考えてないんですね。あ、そうなんですね、うん、じゃあちょっと全然話が変わるんですけど、はい、今までご自分の中で何かブレイクスルーがあった出来事があったら、その前後でどう変わったかっていうことを教えていただけますか？はい、2019年に私ライフワークコーチのコーチつけてたんですね。でそこでこう初めてこう自分と向き合うってことを知って、でそれをきっかけに、その時にこの書道教室を実は辞めたんですよ。あ、そうなんですか？そうなんです。でなぜ辞めたかっていうのは、その時ね、なんか私書道以外に何か見つけたいなっていう感じの気持ちでこうライフワークコーチをやって始めたんだけど、もう逆に、え、どういうこと、書道以外で何やりたいってどういうことみたいな。でやっぱこう話してつながっ、話してるうちに、これさ、教えるのがやっぱりあんまり楽しいんじゃないんじゃないっていうことに気がついて、だそうかもしれないって思って、やっぱ書道教室をパッてやめた時に書道を書くっていうことがもっと楽しくなったんですよね。うーん、そこってなんかすごいターニングポイントで、私のやっぱそのクリエイティビティに何かをそう作るっていう方がすごい楽しくて自分に向いていて、その時にこう自分にやっぱ向き合って、なんか嫌だなとか、なんか楽しくないなって時にやっぱり何か引っかかるものがあると思うんで、その何かを見つけるっていうのはすごい大事なことかなって思いました。あ、その時どうしてコーチを雇おうと思ったんですか？その時ね、なんでだったんでしょうね。書道でうまくいきたいなとか、なんかもうちょっと広めたいなとか、やっていきたいなって気持ちがあって。あ、そうなんですね。ですね、うん、あ、じゃあそれで全然違う結論が出たみたいな感じ。そうですね、なんかそのままそう、うん、教室やってたからこのままでいいのかなみたいなところがあって、それで、そうです、それでコーチを見つけて、でも最初の自分の問いかけは書道以外に何かないかっていうところだったのに、まあまあ結局はね、書道に戻ったって話なんですけども。へえ、珍しいですよね、はい、でもあんまりなんか日本の方って、まだまあアメリカにお住まいだから、うん、多分周りでコーチ雇ってる方いらっしゃったのかもしれないですけど、なんかいきなりコーチングとか行かなくないですか？あ、そうかもしれないですね、もしかしたら。うん、うん、でもまあそうか、それで自分自身が本当にやりたいことが見つかったっていうことなんですよ。その時なんか未練とかはなかったんですか？未練なかったですね。あ、そうなんですね。なかったけれども、反面、その辞めるって決断した時に2ヶ月か3ヶ月くらい前に、じゃあ、教室再開しますって、3級から3級再開しますとかだったんですよ。だから始めたばっかでもうやっぱりやめますっていうのが一番こう辛かったんですね。なんか、いや、もうやめちゃって、これせっかく始めてくれた人にすごい申し訳ないなと思って。でもまあコーチに言われたのは、その時でも
まあその時はねえって思うかもしれないけど、でもそれ以上ね、先生が辞めるって言ったらもうそれまでだし、誰もそれでこう死んじゃったりとかしないから大丈夫って言われて、あ、確かにそうだなと思って。うん、大丈夫だったんですか？大丈夫だったですね、大丈夫だったです皆さん優しい方ばかりで、状況をすごく理解してくださって、うん、はい、よかったですね。よかったです。その時まだ下の子もすごいちっちゃかったんで、2歳とかだったんですよ。だからやっぱり忙しかったですよね。そうなんですね。じゃあこれからどんな世界を作って、その中でどんな役割を果たしていきたいというのがありますか？あったら教えてください。これからですね、まあ、私みたいにこう、ね、何かずっとやってたこととかがある人もいるかもしれないけど、まあ、ない方も、ね、たくさんいると思うんですけど、まあ、こうやって国際結婚して日本から出たっていう方は特にこう、なんかその言語があんまり、ね、100% 喋れなかったりとかして自信がなくなったりとか、ね、ちょっと仕事にするなんてもってのほかって方も多分、ね、たくさんいらっしゃると思うんですけど、でも何かこう自分で何かやりたい、何か好きなこととかってあったら、やっぱりまた子供がね、生まれたりとかしても、なんかまたチャレンジしてみるってすごい大切かなと思うので、ぜひ旦那さんとかとちょっと相談して、時間でも作らせてもらって、やるって、すごいいいと思うんで、ぜひそういうことにちょっとチャレンジしてもらいたいなと思います。はい。ありがとうございます。じゃあ、今もやもやしてるけど、これから自分の道を作っていきたいと思っている女性にどうやったら一歩を踏み出せるかっていうアドバイスいただけますか？はい、まあ、ちょっとさっきもね話したこととかぶっちゃうんですけど、その前に進みたいけど前に進めなかったりするってやっぱり何かしら理由があると思うんですよね。それは自信がないなのか、本当はやりたくないなのか、怖いとかね、なんかそういうことを私もこう自分と向き合ってそう掘り下げてって、何がそれを突き止めてるかみたいなところをこう分かると前に進みやすいかなって思うので、ちょっとで、ね、そういう気持ちになったら一回止まって、なんでダメなんだろう、なんでやりたくないんだろうとか考えてみて、自分と本当に自分のことって意外と自分の分かってなかったりとかすると思うんですけど、まあ、考えてみたりすると、まあ、必ずやっぱりね道は開けてくるんで、小さいことでも何でもいいからやってみるっていうことが大切かなと思います。うん、その気がついた時ってなんかこうはってあーはーみたいな、そんなあーはーモーメントみたいなのがあったんですか？ありましたね。あ、そうだって本当思いましたね。あ、そうなんですか。思いました。で、それって私はその時やっぱコーチがいたからなんですけど、これいなかったら多分気づかないままずっと私教室やってたと思うんですよ、絶対に。だって気づかないし、で、習いたいって言ってくれる人がいるから、それに応えちゃう自分がいて、ずっとずる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 絶対来てたと思うんですね、私の場合。でもそのコーチがいて、こう自分と、やっぱ引き出してくるっていうか、質問とかすごい上手じゃないですか、そのコーチングする人って。そこでこうやっぱり分かってきたっていうのがあるんで、本当ハッとしましたね。はい、びっくりしましたか？びっくりしました。すごい気づきでした。あ、そうなんですね。あ、じゃあ全然自分では分からなかったってこと？そうなんです、全然分からなかったんです。なんとなくこう楽しくないな、なんとなくこう教えてんの嫌だなって思ったけど、それが何なのか分からなかったから。じゃあ今そのお仕事すごい楽しいですか？楽しいですね。はい。じゃあこれからどんなことをしていきたいとかありますか？これからですね、実は、ま、宣伝になっちゃうかな、これからの広告みたいな感じだったんですけど、クラスワンオンワンっていうそのオンライン講座をたくさん受けられるウェブサイトがあるんですけど、そこでこの私のやってるこのデザイン、習字をこうちょっとデザインしてロゴとか書けるようになるような講座を今作ってる最中で、で、まあ、実はちょっとプリセールになってるんですね。なので、そこでちょっとでも、なんか書道の興味ある方とか、あんまりこう、お手本通りに書くの好きじゃなかったなっていうような、自由に書きたいっていうような方がいたら、もうぜひぜひ、見てみてくださいっていう感じで、はい、これからそっちの方に、はい、ちょっとやっていきたいなと思ってます。じゃあそれ後からリンク教えていただけますか？あ、はい、ありがとうございます。ショーノートに貼っておきます。それは書道をやったことがある人が対象なんですか？いや、もうなくても、逆になかった方がいい、良かったの
かなっていうぐらい、なんか何でも経験あってもなくても大丈夫なんですけど、なんかオンラインでビデオを見ながらとかそういう感じ？そうです、オンラインでビデオを見ながら、あの、まあ、自分のペースで、なるほど受けていけられるっていう感じですね。わかりました。じゃあその他に何か、ホームページか何か、もっと興味のある方が行けるような、あ、インスタとかでもいいんですけど、何かあったら教えていただけますか？わ、はい、かりました、送っておきます。インスタとじゃあホームページ、あまり更新されてませんけど、わかりました、じゃあインスタとホームページとクラス101をリンクに貼っておきます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、じゃあ今日はエリさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。